中国鉄路高速は中国鉄路走行士が運営している中華人民共和国の高速鉄道システムである。車両は和解号と復興号が運用されている。中国鉄路高速は第6次鉄道高速化計画として運行を開始した。2017年時点では34の一級行政区のうち29で運行されており、総延長は 全世界の高速鉄道の総延長の3分の2に当たる2万5千キロメートルに達した。2017年の旅客輸送量は17億1、300万人に達し、2008年8月1日の京神都市間鉄道の開業から2017年までの旅客輸送量は延べ70億人を記録している。車両は和解号と復興号が運用されている。二千十年九月に CRH380A が最高速度を時速 416.6km 記録し、2011年1月には CRH380BL が時速 487.3km を記録した。2017年に CR400AFCR400BF が復興号として運用を開始した。4縦4横高速鉄道も4縦4横。 八縦八横高速鉄道も八縦八横詳細は和解号を参照詳細は復興号を参照国産技術で高速鉄道車両を開発しようと開発された DJJ2 型はトラブルが頻発し最高速度も時速 160km にとどまったその後の方針転換で海外からの技術移転で自国の高速鉄道車両を 開発することに軸足を移すことになるが、海外技術で製造した車両を中国国産と称しているところに問題点も多く、あり、海外メーカーはその技術トラブルに責任を負わなければ、ならない面も生じる。なお、CRH4 は、現在のところ欠番である。将来中国で独自開発される、予定の高速車両のために開けているとの説と、 4は中国語も日本語と同様に、死の発音によく似ているため、縁起が悪いとして開けているとの説がある。ただし記述の通り復興号のうち最高速度が時速 400km となっている車両は、形式として CR400 が採用されている。詳細は、2011年運修士、鉄道衝突脱線事故、参照2011年7月23日午後8時半過ぎ。 中国東部の石膏省雲州市の高架橋の上で、落雷により停車中の高速列車 D3115 号に、後続の D301 号が追突し、D3115 号の後尾2両と D301 号の先頭4両が脱線、うち2両が橋梁より落下し複数名の死傷者を出す、事故を起こした。ありがとうございます。